お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら三銃士デッキをねやっていきたいなと思います。というわけで久々のね三銃士、マジでめちゃくちゃ久しぶりに三銃士使うんですけど、三銃士のね、時代が来たっていうと言い過ぎなんですけど、ちょっとね三銃士プラス小銃ババのねデッキの環境がちょっと来たんじゃないかなというところで、今日やっていきたいなと思います。こう、今までだと、こう、三銃士プラス、ロイヤルホグだったんですよ。ヒールスピリットが、こう、入っていたっていうのも大きいんですけど、今回ヒールスピリットが下放されたことによって、こう、ヒールスピリットが抜かれたね、三銃士デッキとなると、ロイホグではなく、この小女ババのね、三銃士というところで、僕はね、今回、ごぼうり型の、結構、ダックプリ言うので、陸がすごい強めの、防衛ちょっと固めのね、三銃士デッキをやっていくんですけど、他には、エリポン入りの、三銃士だったり、三銃士小女ババですね。相手が何も出してこないですね。寝てんな。寝てますよね。あとは、マジアチャーなんかボムタワーの、一時ちょっと流行った三銃士だったり、ちょっといろんなね、三銃士の方がちょっと最近ちらほらね、見かけるようになりましたというところで、え？ラットって三銃士使えたのってこう思う方もいるとは思うんですけど、僕結構三銃士実は得意で、っていうかなんなら僕一番初め三銃士使いだったんですよ。そう、一番得意なデッキは何ですかって言った時に、三銃士ですっていうぐらい、三銃士の人だったんですよね、僕は。そう。気づけば変わっちゃったんですけど、変わったというか、環境でやっぱいろんなの使うようになってから使わなくなったって感じなんですけど、これ一本漏れちゃいましたね。早い。さあ、さすが三種というところで、世界7位とかもね、実は三種で1回取ったこともありの、意外と三種はね、得意なんですけど、これは守れそうにないので、守らないんですね。守れない時に無理に守らずこうやってね、キングさえ落とされないように守れば、なんならいい感じにカウンターになるんでね。で、僕、ちょっと待って、スケドラがね、実はこの、三銃士いない時の、スケディーラちゃんが結構苦しい。え？相手めっちゃチンパンじゃない？ちょっと待って、一生なんか継ぎ返してくるこの感じ、僕はちょっとね、怒りますよ。さあ、というわけで、今回相手は、ゴレスケドラランバーのエリババですね。ゴレエリババですね。ゴボウリあるんで、ゴレワンチャン守れなかったこともなかったですけど、さあ、で、これ一回こっち飛ばしてあげて、今のタイミングで決算すると、三死がちょっと高い位置に行っちゃって、簡単にニットで処理されてたんですよね。なんで一回待ちます。で、これ檻があるんで、ゴレを真ん中に寄せれますね。で、これ右は多分許容しつつで大丈夫。これもうハンターぶち当ててあげて、で、ここ、本当はね、左下のマスケットとかも延命したいんですけど、そんな余裕がなかったですね、と。で、ここで一回先に、ちょっと早めの段階でね、有能とか工場を出して、ユニットを咲かせて、それをね、この三種で回収しつつ、さらに延命ができるといいんですけど、ほどほどにね。ここで相手はエリババ咲いたので、この三種のね、相手受けがきついと思いますね。ゴレ、ちょっとこの辺の檻で、逆サイマスケにちょっと仕事してもらいたいですよね。あれはそうですね。おお、一体座れてないのでかい。で、こことかでね、こう攻めとくと、相手はこれにね、対応しないといけないと。で、これに対応したユニット、まだ右下にね、マスケットが実は残ってるんですよ。このマスケットで、相手がね、使ってユニット回収できるんですよ。っていうような、結構ね、おい、ガイーン！この交渉場がね、刺さる、このグイーンっていうのがめちゃくちゃね、気持ちいいですね。懐かしいですね。はい、という感じで、三銃士は、両サイドにこう振って、こう、陸でこう、結構プレッシャーをかけていくっていうのが、重要なデッキですね。本当に両サイ攻めですね。なんで、慣れないと、結構大変ではあるんですけど、意外と結構、することはシンプルなので、ユニット両サイ流して、ユニット相手に使わせて三銃士で回収みたいな。そんな感じですね。とりあえず三銃士出すというよりかは、こういうユニットに相手が何か出してくれるよね。じゃあその出してくれるのを三銃士で回収しようっていうような流れですね。さあ今回ウォールブレイカーですね。ファイボーボムタワーウォールブレイカーが最近すごい流行ってるので、それだと思うんですけど、もちろんきついですよね。
ボムタワーですし、まあ戦えないこともないと思うんですけど、いやこのね、結構いやらしいですね、相手の攻めも。結構コスト使っちゃったんですけど、まあ相手のウォールブレイカーに対しては、まあダックプリマハンターもウォールブレイカー完封できますし、まあゴボウリもあるので、まあ相手のディガーのダメージさえ防いでいけば全然こっちとしては勝ち目があるよねっていう。今まで30白いフグだと、マジでボムタワー地獄級だったんですよ、本当に。ああ、もうボムタワーマジできついって感じだったんですけど、まあ、小序ババになったことによって、相手も先置きボムとかはなかなかね、まあ、できなくなったと思うんですよね。まあ、オリオ行っちゃおうかな。コウモリが安っすね。これ真ん中はいいこれで回収しちゃいます。で、ディガーを拾います、僕は。これ多分、あっちに行くんですよね。オッケーオッケーオッケー。で、いや、一発で壊れちゃうかな。いや、めっちゃいい。めっちゃいい、めっちゃいい。で、これ、いや、小序ババいらんっすね。これだって美味しくボムで行かれるかな。いや、いい。やりゴブされたことによってコストがない。やりゴブとナイトされたから、これでコストがなくて、てか、コウモリとかしかない。あー、ディガーがあったか。いい防衛をしますね。まあ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 、問題はね、相手のスペルなんですよね。ファイボなら 3C 出さない方がいい説はありますね。よいしょ。まあ、ワンチャンいいですけどね。出してから、すごいペースが変わるっていう可能性もあるんですけど。一旦耐えましょうか。はい。このいい。まあ、一旦出してみましょうかね。あ、このやり込みのダメージ嫌っすね。まあ、許容せざるを得ないという形ですね。で、ナイト使う。ナイト使うんですね。で、僕、ちょっと左側ここ、コウモリが来る。ああ、確実に。めっちゃいい。めっちゃいい防衛してきますね。これは言うの走らせます。まあ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 。まあ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 。こっからですよねと。これ、ごぼうりがあるんで耐えれる。これ、しっかり両サイカウンターですね。で、右側になんか1枚は出してあげたいですね。なんか1枚は出してあげたいな。まあ、ウッドコウモリで終わりそうですけどね。ウッドコウモリ。で、左にナイトかな、多分。いや、待ってよ。お兄さん、これは。なかなか大変じゃないか。これハンターで完封できる。よいしょ、バカ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 。バカかよ。バカかよ、バカかよ、バカかよ。これ一回ちょっと耐えましょうかね。スッと使った。まあ、右にファイブを、あ、これ、ワンチャン、うわ。全部に当てやがったな。めちゃくちゃいいファイブしたな。これちょっと早めの段階で3つ割いて、これにコスト使わせて、みたいな。ラッツプラン。いや、これやばいっすね。これ無理。これは無理なのか、もしかしたら。いや、ワンチャンですね。ケツ工場かな。アイゴルハンターの形がいたらきつい。いや、これワンチャン、このユーナの突進で、いや、ワンチャンある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 、マジである。あー、いや、ずるい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 。で、これは、なんでも回っちゃうよね、と。これ無理っすね。これが、まあ、玄関今日一番辛いやつだと思いますね。まあ、なんで、これさえ引かなければ、まあ、なんでも勝てる可能性があるのが30しかなと。本当にこれも、地獄ですね。結構頑張ってる方だと思うんですけど。所詮頑張ってるだけっていう。あ、ウッド使った。ワンチャンで、まあ、ボム、ビタ付けもワンチャンですね。いや、タゲがいい。あ、ファイブが回るんかーい。なんでやねん。よいしょと。まあ、頑張るものの、頑張るものの、いや、めっちゃ頑張ってんだけどな。え、これやばいっすね。お、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン。相手が調子乗ってる、調子乗ってる。いやー。まあね。これがね、まあ30デッキあるあるなのが、スペルによって、結構こう、相性が大きく変わることがあるんですよ。で、と言いますと、この30デッキは、タルババなんですよね。そう、タルババ。で、タルババだと、こう、ミリ残り30種の前にタルババだったり、30種にスケルトン部隊とか、当ててくる時のタルババとか結構優秀なんですけど、逆に言うと、手前のユニットしか処理できないんですよ。まあ、なので、今みたいな低めのヤリゴブリンだったり、まあ、例えばスケルトン部隊とかも低めに出されると、手が出せないんですよ。まあ、それが、ま、こう、限界値っていうか、もう本当にどうにもできない領域
の、になっちゃうんですね。まあ、さっきの教えのコウモリとかもなんですけど、まあ、ザップじゃないから、まあ、そういう限界値があるっていうところがちょっとね、三種デッキの、まあ、辛い部分ではあるんですけど、まあ、意外とでもそういう相手でも勝てたりはするんですけど、まあ、相手が結構上手いとさっきみたいにもう限界でしたね。はい、という感じで、まあ、ザップ型だと、まあ、逆に枯渇とかがきつかったり、まあ、なんかそんな感じでね、タルババザップの三重士とかもまあ結構前はありましたけど、まあ、そういうのだと逆に、まあ、ユニット少なくてロイジェが溶かせないとか、まあ、いろいろ言い出すとまあキリがないんですけど、まあ、そんな感じでね、さっき負けちゃったんですけど、ウォールブレイカーちょっと悔しいですね。まあ、今回相手はなんかすごいいい面白感じのおしゃれな感じで来ましたね。キョスケ、ハネハネさんデッキみたいなの来たっすね。なんでこれワンチャンハネ、いやでもオーブン入ってたな。まあまあまあ。キョスケ枯渇ですね。キョスケ枯渇で、まあスペルはわかんないよと。で、今回スケルトン部隊いましたね。スケルトン部隊きついんですよね、マジで。めちゃくちゃきついんですよ。で、まあ工場でいいかな。これで、まあ多分スケボー抑えてくれるんですよね。で、まあ、そのスケボー三重士で回収しつついくと、まあ、僕の三重士にはスケルトン部隊は当てられないので、まあ、どっちかが巨大スケルトンで止められて、まあ、どっちかは突破できる可能性があるんじゃないかなというような流れをね、作っていきます。さあ、まあ、右に巨大スケルトン。じゃあ、僕は左攻めるよっていう風な感じですね。で、スケルトン部隊回ってない。あ、ガゴムレ、いや、ワンチャン？ワンチャン溶かせないか。ワンチャン溶かせない。いや、ザッピーもなかなか強いですよ。さあ、今回僕も大ピンチと。まあでも相手の攻めが、なんかスケバレとかゴブリンバレルだったんです。なので、オリで落として、あとはゴブリンバレルにはタルババを使えば、結構相手のダメージも入らないと思うんですよね。そこをちょっとうまいことやっていけると、で、この辺でアイゴルとかつけて、ここにまあスケルトン部隊とか使わせつつ、ザッピー、ガゴムレ、スケアミ、こういうデッキが一番しんどい説ありますよね。これ工場で釣ってあげたら、ワンチャンキョスケの爆破全部生きる説がある。いや、マジである。全部生きる。いや、これありますよ。世界変わる。ちょっと早めに、まあ、早めにつけちゃおうか思ったんですけど。いや、これは、来ますよ。神のタルババ。あ、タルババ全然いらん。あ、ハンター追加だったか。ガゴムレちゃんが。いや、でも U の入る。いや、でかい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 。あ、使っちゃったからね。ハンター構えておけばよかったな。押せ。やばいやばい。これちょっとワンチャン両方。いい。お、これしかもタイブレーカーで勝てる。まあ、ロケとかがなければですね。いや、流れはマジで非常にいいですね。で、まあ、なんとユニット出して、このユニットに、相手にユニットを咲かせるんですよね。ユニットを咲かせて、まあ、それを三重士で回収する。これがまあ理想的なね、プレイですね。で、これを、アイゴレとか工場で誘導できると、なんならなおさらいいです。こうやって許容、あ、待って。いや、これは、来た。ここでハンターですね。ハンターでガゴ群れを溶かす。で、スケルトン部隊来る。いや、来るぞ。絶対来る。よし、いや、待った。俺は待った。で、ここで逆サイユーの。で、からの、左。あ、右でよかったな。いい、この両サイに振るのがやっぱ大事ですね。オッケーオッケーオッケー。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ刺さってる。で、キョスケで三重士死ぬのやだな。いや、でも待って、やばい。タルババいる、タルババいる、タルババいる。これやばいな。アイゴレで一旦全部やってもらって、で、ハンター。オッケーオッケー。で、あー、わかってる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 けど、ここに使うとまずい、俺。まずいが、相手も結構ピンチ。お互いピンチですね。お互いピンチ。ゴブリンバレル警戒しとかないとやばい。アイゴレ一旦釣る。ハンターがあれば大丈夫。オッケーオッケー。タルババ回ったっすね。オッケーオッケーオッケー。このやっぱり陸が僕多いことによって、相手もだんだんきつくなってくるんですね。さあ、まあこれは来るぞ来るぞガイーンオーブンにですね。さあ、というわけで、なかなか大変では、おぉババ、ナイス、まあ、なかなか大変ではあるんですけど、まあ、こうどんだけ陸が多い相手も、まあ、ダクプリというのと、工場ババと三重士っていう、すごいね、陸攻めが多いので、まあ、なんとか戦うことが
まあできるよねというような流れですね。いや、一回これに負けたらマジでね、つれえな。あれがポイズンだと、高め三重士とか、すごいいろんなね、状況のうち多分戦えるんですが、ファイボだとね、なかなかド M 戦術でしたね。よろしく。さあ、まあ。今のに勝てるのも結構でかいですね。で、まあ、スペルとかも、まあ、最悪、ザップの方が使いやすいって言ったら、ザップとかに変えてもいいですし、ちょっとまあ、そこは結構好みの可能性もね、出てきますが、まあ、タルババの方が結構こう、万能というか、個人的にはね、そんな感じがしてますね。さあ、スケバレと、マスケなので、まあ、迫撃、かな？で、ファイブウッドの迫撃だと思いますね。で、これは相手がまあ、ナイトやりこぶギャングで、僕の方が多分陸がね、気持ち1枚ぐらい多いと思うんですよ。まあ、なので、ちょっと陸をどうにかさせると理想かな。ただ今、やりこぶ使った今、ギャングとナイトしかなくて、そう、ギャング使った。で、まあ、この言うのに多分ナイト使ってくるんですよ。なんか、嫌な。あ、待って、やばい。反応がジジイ。これちょっと、やりたいですね。あ、これだけで相手結構きつい説も、いや、迫撃を使った。あー、これ、ギャングがいるかな？やりごぶ。おっきょきょきょき。いい。もうワンチャンギャング来るんで、言うの追加やめて。まあ、攻め迫使ったらこんな感じで結構ね、ムートが刺さりますね。まあ、今は、相手が攻めすぎてましたね。単純に相手が攻めすぎてて、エリアド取って、入ったみたいな感じですね。で、タルババを使ったんで、スケバレが厄介なんですけど、ゴボウリもハンターもあるので、正直、こっから、まあ僕はすごいヘマをやらかさないか、相手がめちゃくちゃ、すごい上手いことをしてこない限り、ダメージの逆転はなかなか難しいと思うんですね。まあ、ウッド削りとか。まあこの辺ちょっと、まあダックフリ使っちゃおうかな。あ、防衛迫撃してくる。まあこれは、まあ一旦もう決算紙とかでいいと思いますね。で、削られてない側に2体ですね。で、しっかり、あの、迫撃砲にタゲを取られないように、まあ、真ん中にアイゴルとか工場とかをしっかりやっていきたいですね。で、まあ、ウッドされるかなとか思いつつ、真ん中言うので、あの、迫撃を壊しつつ、ギャングが来るのを読んで、タルババをするか届かない。こういうことをすると、僕は次の相手のスケバレが苦しくて負けるみたいなことがあるあるなので、気をつけてください。よいしょ。やばい、マジでやばい。ワンチャン負ける。1700でしょ。タイブレイクでしょ。いや、ウッド削りですね。危ねえ。あっちにウッド使ってくれるのは助かる。まあ、陸しっかり両サイに裂いていって、相手のこうしたいことをさせないようにしたいですね、僕は。この辺でも処理しちゃう。あ、待って、来た。ガイーン。いや、これ強いんですよね、マジ。あれにタルバ別に使ってもいいですね。僕は檻があるので。小城ババをね、使うっていうのがマジで久しぶりすぎて、なかなか慣れないですよね。今ずっと牢獄だったんで。さあ、これは、まあ、壊されるがハンターで間に合う。相手は今積極的にね、攻めてくる。いや、でも空振る。いや、でかいぞ。そのダメージは。いや、これはもう勝ったんじゃないのか。いや、逃げ切りで、ファイボ削り、僕30種持ってるんで、相手はしたくてもできないんで、なかなか、ファイボ削りは。さあ、ユニット裂いて。で、ここ一回、小城ババで攻めて、見つつ、みたいな。で、もうウッドを使わざるを得ない。いや、3種展開するか悩むなぁ、なんか。展開したらさ、ファイボで削られてさ、展開しない方がいいみたいなさ、ことないかな。よいしょ。とりあえずまあ耐えますよね。もう僕はもう耐えるのに必死ですからね。いや、これ今ウッド使った。見て、これ防衛ファイブ絶対使ってくる。いや、迫撃間に合うかな。いや、使ってくる。そしたら30視点回。いや、めっちゃいい。相手ウッド裂いたんすよ。で、これにもうね、ダックプリとかイエナとかつけたら、相手はもう苦しくて、これは止まんないですね。で、ここで、普通左側行くんですけど、あえて逆サイに行って、ギャング、みたいなね。まあ、すごい両サイ攻めしとけばいいみたいな雰囲気。全然刺さってないんですけど。やばい。
あと14秒でしょ。あー、オッケーオッケーオッケー。これ、イモれば勝ち。スケバレ用に折り残して、よしよしよし。いや、これは勝ちましたね。さあ、まあ、グッドゲームと、こう、意外と逃げ切れますね。まあ、防衛がやっぱ硬いので、まあ、こういう相手にもね、戦えると、まあ、いうところでね、久々のね、三銃士デッキ紹介だったんですけど、またちょっと三種もね、紹介できればいいかなと思います。ぜひね、このゴボリー型のね、三銃士皆さん、使ってみてくださいというわけで、終わりもすぐければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。